まあ、これを見ていくと N 極が、近づいてくれば上側時間の変化を妨げようとするわけですから来ないようにするわけなのでこちら側に N 極ができてこちらが下側に S 極ができるとすると磁界の向きっていうのはまあどうなるかっていうと磁界の向きはこういう磁界の向きになるわけですね。こういう磁界の向きができるということはこれにこう当てはめると N 極が近づけるとこう当てはめると電流はこういうふうに電流は流れるわけですよ。電流はこう。磁界がこうでいきますからこうやるとこうね磁界が親指の向きですからこうでいくと4本指はこうなりますから電流はこうなるわけですね。